フラクタル幾何とは、簡単に言えば、どんなに拡大しても複雑な図形のことを指す。フラクタル図形とも呼ばれる。フラクタル幾何に関する理論は、そのほとんどが一人の数学者、ブノワ・マンデルブロによって創作された。彼は、海岸線やひび割れの形、樹木の枝分かれなどに見られる、複雑な図形を数学的に理論化した。 正確に定義するならば、集合形がフラクタルであるとは、形の位相次元、デムトと形のハウスドルフ次元ディブに対して、が成り立つことである。一般の図形では、が成り立つことが知られている。集合形がフラクタルであるとき一般に、ディブは0以上の実数値になり、その値を形のフラクタル次元と呼ぶ。シェルピンスキーのキャスケットメンガーのスポンジコフホ曲線フラクタル次元。 ひいてはハウスドルフ次元の計算は一般にはとても大変である。しかし自己相似図形と呼ばれる図形に対しては簡単な計算法がある。自己相似図形とは自分自身のミニチュアがそっくりそのまま自分の中に入っているような図形であり、例としては次のようなものがある。自己相似図形に対して相似次元 D は次のように定義される。これは、要するに、 といった考え方である。自己掃除図形に対して、その掃除次元とフラクタル次元は一致する。上の例で言えば例えば、国保曲線は1、3のミニチュア4個でできているので、そのフラクタル次元は634イコール約1.26となる。通常の線は1次元、目は2次元なので、国保曲線が単純な線よりは少し複雑な図形で、あると、 フラクタル次元を使うことで示すことができる。このようにフラクタル次元は図形の複雑さを数値で表していると言える。異なるサイズのミニチュアが集まってできている時には計算が少し複雑になるが同じような考え方で計算できる。ありがとうございます。